皆さんこんにちは、奈良岡にこです。今回の動画は最近の購入品紹介です。購入したのはこちらです。いっぱい購入しました。リフォアスという通販サイトで水着からトップス、ワンピースまで全10点購入したので、こちらをレビューしていきます。こちらのリフォアスはフレンチスタイルのデザインのものをたくさん取り揃えている通販サイトなんですけれども、価格帯で言うと、まあ、日本で売ってるので言うとちょっとザラみたいな、まあ、5000円前後で売っているので、ちょっとお高めな価格帯かなと思うんですけれども、ただデザインがフレンチということでね、すごい上品なんですよ。テキスタイルなんかもちょっと大人っぽくね、むしろ若い子にはちょっと似合わないんじゃない？私なんかみたいなさ、アラサー女が似合っちゃうんじゃないっていうのがいっぱいあったので、10点もね、購入してしまいましたので、一つ一つ紹介していきます。まず一つ目はこちらです。じゃーん、こんな感じの可愛いお花柄のマキシドレスです。こちらは前がこんな感じで V ネックになっています。お値段6310円です。やっぱり女なんで、女って花柄好きじゃん？で、私も好きなんだけど、やっぱりこれぐらいの年齢になってくると可愛らしい花柄ってね、なんかちょっと恥ずかしくて着れなくなってきたんですよ。ただこちらはカラーリングもどこが大人っぽいし、お花自体も派手すぎないお花柄なので、品があるテキスタイルがね、やっぱりフレンチスタイルだなということでこちらを選びました。で、まあ、海外っぽいよね、この胸元しっかり V ネックです。デコルテラインをしっかり出して着てあげるもよし、まあ、T シャツの上にねレイヤードしてあげた方が今っぽくカジュアルに着やすいのかなという風な印象です。後ろにアジャスターがあるので、ストラップ部分はもう少し狭めたり大きくしたりすることができます。中にこのように裏地もついているので、パンティーとかはね透けないかなということで安心して履けそうです。素材としてもすごくふわっとした、まあレーヨンかな、シルクのような肌触りのすごい軽やかで、夏場に1枚さらっと着るもよし、今の時期だったらレイヤード、もしくはね上にカーディガンなんかね羽織ってあげればいつでもね着れるので、一年中着れそうなデザインで可愛いです。では着てみます。はい、こんな感じです。可愛いですね、このふわっと揺れるこの軽い生地感が、まあ、もちろん夏はこれ1枚でいいよね。結構涼しげで可愛いです。そして今ね、なんかキャミソール、ブラトップキャミを合わせてるんですけれども、まあデコルテライン出るよね。綺麗にカッティング入っているのでセクシーだけど、そんなにセクシーすぎないこのテキスタイル、このねバランスが非常にいいんじゃないかなと思います。で、背中もね結構開いていますね。可愛い。これだったらなんかヌーブラとかで合わせてあげて、背中のラインとかもしっかりこれ1枚で着てあげるっていうのも可愛いんじゃないかなと思います。さすがにねちょっとこれだとね胸元周り気になるなって時は、中にキャミソール1枚ね着れればこんな感じで、まあこれの方が着やすいわな、そりゃ。あとまあさ、まあ、ちょっと寒くなってきたらこの上になんか、まあ、羽織ったりさしちゃったりなんかして、こういう MA1 とかであえてこうメンズライクに外してあげるっていうのも可愛いんじゃないでしょうか。意外とこういうのもあるよね。可愛いんだけど、可愛いんだけど。お次こちらです。じゃあこちらもワンピースなんですけれども、このように巻き下着でございます。ただノースリーブかつこちらもしっかりしっかり V ネックのニットドレスです。5889円でした。黄緑色のねワンピースって持ってなかったんですけど、なんでしょうこの上品なカラーリング。これもねレイヤードしても可愛いと思うし、後ろもかなりしっかり開いてます。背中見せも可愛いからね、しっかり肌見せしてあげても可愛いんじゃないかな。そしてまあストライプが効いていて、まあ、この隅っこの部分にもストライプ、ど真ん中にもストライプ、そして脇から下にかけてもしっかりストライプが入っているので、これね足超長く見えるんじゃないかなと思います。錯覚でしっかりスリット入ってるので、これまたセクシー、セクシーではあるんだけど、やりすぎていないセクシーさがね、やっぱフレンチ、フレンチだわ。うん、じゃあ着てみます。はい、こんな感じです。これまたフレンチな感じしてるわ。こんなの売ってるの見たことないもんね。おしゃれだね。でもってニットなのですごくお腹周り温かいです。着やすいし、すごいこの柔らかニットがめちゃくちゃ歩きやすそう。
しかも踏めちゃう。これも胸元のカッティングすごくありますので、まあ、キャミソールとかだよね、合わせてあげればナチュラルに着れる。背中開きもすごい可愛い。体のラインも程よくピタッと吸着してくれて綺麗に見えるラインかなと思います。サイドのラインも効いてるし、真ん中のラインも効いて、真ん中のスリットも効いて、可愛い。持ってなかった感じのワンピースなので、これいいわ、どこ着てこって感じだけど。お次はこちらです。じゃあまたもや黄緑。ここが出してる黄緑めっちゃ可愛いの。何これ何これこちらはですね、半袖の前は V ネックになっていて、丈は結構短めのミニドレスです。5188円です。さっきも言ったんですけど、やっぱり年を重ねてくると鼻柄着づらいんですけど、これだけね、小さい小花柄結構ナチュラルに取り入れやすいんじゃないかなと思います。そしてやっぱりこのデコルテラインがしっかり開いているので、大人っぽくかっこよく着れる花柄ワンピじゃないかなと思います。そしてウエストの部分ちょっとね、こうタクが入ってるので少し引き締まっていて、そして腕周り半袖ですが、ここにこのようにギャザーがゴムで入っています。これによって二の腕細く見えますよお姉さん誰に言ってんだ私はこれ結構着痩せするドレスじゃないかなと思います。では着てみます。はい、こんな感じです。これまた可愛いんですが、やっぱミニドレスっていうことでね、まあ、ちょっと幼く見えるかとは思うんですけれども、 V に開いてるってすごい大事。この V があるからこそ成り立ってる気がする。首がこれで詰まっちゃってたらさ、結構若く見えちゃう。ちょっと無理して着てる感じが出ると思うんですけど、やっぱこの顔周りのこのすっきりしたように見えるこの印象大事ですね。可愛い。形もすごく本当に綺麗、程よい、窮屈じゃないんです。全然こういうのってさ、素材的に結構こうレーヨンっぽい感じだからさ、突っ張るんですけれども、やっぱこの袖口がゴムになっているというところがね、本当に肩周り、もう何でも、荷上げでも何でも、砲丸投げでも何でもできちゃいそう。大人の女性でもかっこよく着こなせる花柄ミニワンピ、かわいい。お次はこちらです。じゃーん、このようなチェックのミニドレスでございます。4838円でした。黄色とブラウンで作られているギンガムチェックなので、すごく肌なじみがいいし、これもね、大人っぽくかっこよく着れるチェックのワンピじゃないかなと思います。で、同様にやっぱりこの首元が、の襟がついているんですけれども、 V に開きます。肩は少しこうパフショルダーになっています。このバランスがまた可愛いよね。形としてはジャケットみたいにね、パキッとしてそうなんですけど、素材は結構柔らかいから着やすいし、見た目はシャンとしてるし、すごい騙せるいいですね、可愛い。では着てみます。はい、こんな感じです。可愛いんですけども、パワー系のショルダーでしっかり肩ふんわりと広がります。襟元はこうしっかりね開いていて、でダブルのボタンで、なんかちょっとこうトレンチコートっぽいこのねトップの部分がなっているんですが、このパフショルダーっていうか、このバランスがマジで可愛い。で、丈は結構しっかり短めなんですね。私身長162センチぐらいなんですけれども、後ろも結構ねしっかり短めなんだけど、なんだろう、短いんだけど、この肩にボリュームがあるから、そんなにこう短さが気にならないので、可愛く見えすぎない、セクシーに見えすぎない、このね全体のバランスが可愛いなんかちょっとこうよそ行きのね時なんかかっこよく着れるフレンチスタイルのワンピでーす。カラーリングもね、肌なじみのいいカラーだし、この首の程よい空きと、この肩のボリューム感の感じで小顔に見えるよね、これ。詐欺、詐欺ワンピお次こちらです。じゃーん、こちらは長袖のワンピースで、丈ミディ丈で結構長めの作りで、ストレッチがかなり効いたブルーのワンピースです。お値段がセールになってた商品だったので安いです。2243円です、はい、よく見てください。ここ空いてます。レイヤードして楽しむもよし、肌見せするとどうなるかちょっと着てみないと分かんないんですけれども、セクシーですね。今回買った中で一番セクシーなワンピースじゃないかなと思います。ただやっぱね、どれもなんだけど、ほんと素材がいい、すごい気持ちいい。この割には値段全部安い気がしてきました。では
ってみます。はい、こんな感じです。すっごい、なにこれ、すっごいね。ここサイド、左足のももがもう結構綺麗に見える大胆なスリット。そして近づいてみましょうか。はい、こちらデコルテ周りが出ているのはもちろんなんですが、なんでしょう、このアンダー部分の三角地帯ダブルでございます。はい、ただここ際どい部分ではないんですね。アンダー部分にちょうどその下の部分になるので、言ってしまえばまあお腹と背中の間の部分っていう感じなので、全然際どい部分ではないんですが、ここが空いてるとすごいセクシーでもって深めのね、ディープな V ネックなので、ちょっとこういったねネックレスなんかが映えるようなねワンピースじゃないかなと思います。体のラインに沿ってピタッとタイトめにね、かっこよく着れます。タイトなんだけど生地が柔らかいので疲れない生地感なので、ね、これなんかちょっとしたパーティーなんかにね、ちょっとしたパーティーなんかにこれで行ったっていいんじゃない。うん、ちょっとしたパーティーなんて私は行ったことがないけれども。うん、お次はトップスです。じゃーん、こちらの白の長袖ニットなんですけれども、5123円でした。シンプルなニットトップスかと思いきや、結構ここ空いてます。ほぼオフショルっぽく着れるんじゃないかなということで、ここにね、わかる？キラッキラのチェーンがついてます。これアクセサリーいらずでかっこいいですよね。ここがちょっとこうウェーブカットにほらなってるんです。このウェーブもちょっとバストラインにね合わせて綺麗に曲線を演出してくれるんじゃないかなと思います。で、生地がいい。これもコットンニットになっているので、まあ、もちろん寒い時にはいいんだけど、やっぱり電車とか乗ってるとまだまだ暑いじゃないですか。そういう時に一番下に着てあげてると蒸れない生地感かなということで、秋から冬にかけて結構長く着れそうなアイテムです。では着てみます。はい、こんな感じです。かわいい、そして上品。やっぱりコットンニットということですごい柔らかいので、ニットなんだけどチクチクしたりしませんので、もうあの素肌にこのまま着れる生地感が嬉しいです。そしてこの首の開きだよね、これが本当に大胆で可愛いんだけど、意外とこのウェーブカットは効いてはいるんだけど、胸のこの谷間っていうのはそんなに出ないんですよね。だからそんなにセクシーになりすぎないし、ただウェーブがあるからちょっとこの曲線がね際立っておしゃれ、かわいい、華奢な女性っぽく見えるよね。この鎖骨のラインとかもさ、がっつり出すことができるので、華奢で守りたくなっちゃう系女子慣れてる？どう？ねえ守って。ねえねえ、作りとしても結構細身の作りではあるんですけれども、伸縮性があるので苦しくないし、あと手元結構袖長めなので、これまたこう手が長く、手足の長い女を演出できました。お次こちらです。こちらもトップスなんですが、半袖のニットトップスです。4347円です。シンプルなね、まあ、黒ニットっていう感じではあるんですけれども、こちらも先ほど同様めちゃくちゃ伸縮性あって着やすいし、かつ私が求めてたのはここです。この胸元の空き、こういう空きのはやっぱね、なかなか売ってない。何と合わせても決まるようなかっこいい形に、ウェーブカットにかっこよく着れそうです。腕周りにも体周りにもピタッとね吸着してくれるようなストレッチ性のある素材感なので、体のラインを超綺麗に見せてくれるんじゃないかなと思います。では着てみます。はい、こんな感じです。これもすごい綺麗に着れるトップス、万能トップスな気がしますね。半袖っていうことなんですが、こう呼ぶ丈ぐらいって言うか、基地よりかは上なんですけど、ちょっと長めの丈のほぼニットですね。コットンニットなのでこれ着やすいです。で、このデコルテの空きがまた可愛い。で、結構ここもねサイドもしっかりスクエアっぽく開いていて、かつこれだよね、こんにちはっていう感じでございます。これがあざとくて可愛い、うん、で結構首元の空きが気になるから、これブラジャーだとちょっとブラヒモが見えてかっこ悪いかなと思ったんですけど、ちょっと今黒のねブラジャーをつけているので、こういう黒のねストラップが見える分にはあんまり気にならない、気にならないじゃない、こうやってやってても全然気にならないし、
だからブラジャーを着て着れるこのデコルテ店のトップスっていうのは結構意外となかったりするので、わざわざね、ヌーブラじゃなくても着れるっていうのは結構嬉しいポイントかなと思います。ん？どうした？ってやった時のこの、はい、破壊力かわいい。ただこれは本当に使いやすいと思います。伸縮性ありまくりでね、伸びがめちゃくちゃいいので、やっぱり着やすいトップスってねめっちゃ重宝すると思うんですけど、これはヘビロテしそうです。次は水着です。こちらじゃーん、ベージュカラーの大人っぽく着れそうなビキニです。こちらはね別売りだったんですけれども、合わせて4500円ぐらいです。アンダーバストの部分がバイカラーになっていて、そしてボトムスも同じようなカラーリングで、ウエスト部分がバイカラーになっていて、かつこのサイドがリボンになっていて結ぶことができるのでアクセントになって可愛いです。まあ、ビキニではあるんですけど、ウエスト結構ハイウエストだし、アンダー部分の、まあ、この色味のね錯覚っていうのかながあるから、割とね着やすい、大人でも着やすいビキニじゃないかなと思います。お尻の部分もやっぱり海外あるあるで結構こうブラジリアンタイプのものが多かったりするんですが、こちらはしっかりフルカバーできるタイプなので着やすそうなビキニです。あとは金具が一切使われていないデザインになるので、サウナでも着れます。私サウナ好きなんでね、サウナで着れるビキニをねいつも探してしまいます。では着てみます。はい、こんな感じです。これめちゃくちゃ可愛い。後ろはこんな感じ。これ非常に大人っぽいビキニで、着てから余計に分かります。肌なじみの良さと大人っぽさ、可愛い。アンダー部分とウエスト部分にバイカラーになって別の生地がくっついています。これで少しこう幅が増えているんですよね。通常のビキニだったら、まあ、言ってもこの辺とかさ、まあアンダーもこの辺になるので結構やっぱり面積としてはすごく少なめになるんですけど、少しこうカバーしてくれているので、ビキニ着たいけどちょっとねシンプルすぎるビキニだとちょっと体型不安だなっていう方でも比較的着やすいデザインなんじゃないかなと思います。このウエストのこのリボンだったりとかね、あと後ろもこのリボンで結んでね、このサイズを調整できるタイプになるので、サイズ的にも調整が効くので非常に着やすいビキニですね。でもやっぱりここの空きはしっかりあるので、女性らしさはしっかり見せつつで、このベージュカラーが意外と可愛いんだなと本当に思った。白ビキニとかだとさ、やっぱもうパキッとしすぎて超若いもうギャルになるじゃないけどこれぐらいベージュカラーだと本当に馴染みがいいし、ただなんか無理なく着れるビキニっていう感じで、これは次のサウナに着ていこう次はこちらです。かわいい深いピンクのビキニセットです。セットで売っていて2103円でした。まずビキニトップスなんですが、このように結構ここが浅い浅いので、綺麗なこうデコルテラインを出すことができそうです。でシンプルなスポブラタイプなので、単純にパッとかぶって着ることができるので楽ちんっていうのも嬉しいです。あとこの素材感がすごく私好きな素材で、ちょっとこうポコポコとした浮き上がったような素材をしています。縦のラインになっているのでスタイルアップしてね見える素材じゃないかなと思います。そしてボトムスも同じ素材で、こちらもすごくシンプルです。まあ、2000円でこれ買えるなら安いよね。では着てみます。はい、こんな感じです。鮮やかなピンク、かわいい。形的にね、ほんとスポーティーにスポブラっぽく着れるので、あんまりセクシーすぎなくて使いやすいビキニじゃないかなと思います。アクティブにほんとがっつり泳いでも大丈夫そうで、生地がやっぱりこのね、さっき見せました通りポコポコした少し厚みのある生地なので、これもね安心感につながっているかなと思います。で、やっぱりここもね結構浅めなので、しっかりデコルテ周りがっつり見えちゃうけど、そんなにセクシーすぎないし、何せこのカラーが絶妙、本当に肌なじみもよく可愛すぎないかっこいいピンク色なので、なんかアクティブにね、サウナにこれも使えそうです。後ろはこんな感じ、後ろもシンプルなので本当にがっつり海遊びなんかするにもよし、なんかねインナー用にね着ておけるスポーブラー的な感じで着てもいいんじゃないかなと思います。かわいい。お次こちらです。じゃーん、このようなまたこれもいい色、髪のあるブルーのワンピースタイプの水着です。2804円でした。で、背中よ、
しっかり背中開きを楽しめる水着になっています。お腹出すの恥ずかしいよという方はこういうワンピースタイプの方がね着やすいんじゃないかなと思いますが、まあお腹出さないならせっかくなら背中出しちゃうよっていう感じがね、でも大人っぽく着れそうなかっこいい作りになっています。こちらも金具全く使われていないのでやっぱりねこう楽ちんに着れるっていうのは嬉しいんじゃないかなと思います。少しボトムスハイレグ気味になっているので足もしっかり長く見せられそうです。では着てみます。はい、こんな感じです。しっかりハイレグ後ろはこんな感じ。背中開けが可愛いし、まあこのコマネチスタイルはまあなかなかないよね。日本には売ってないデザインで可愛いです。新鮮なのは、私ワンピースタイプの水着着ることないんだけど、これはこれでいいかもしれない。なんかやっぱりしっかりとこうなんか肩でストラップがね全部覆ってくれているので、なんかちょっとこうさビギニータイプとかだとこういう上のストラップとか気にしたりすることあるんですけど、これはもうそのまんま気にせずに遊べそうな感じがするので可愛らしいです。でまあ普通さこんなにハイレグだったらさ面白くなりそうな印象なんですが、カラーがね落ち着いたブルーというところ、あとはこんな感じでねしっかりデコルテ周りは V で開いていたり、あとは後ろのねクロスになっているデザインとかもすごい可愛らしいので、大人でもかっこよく着れるハイレグ水着になってます。おー新鮮、マジでこれめちゃめちゃ足長く見えるね。詐欺ハイレグ最高。はい、ということで全てマジで良かったです。実際手に取って着たりしてみた方がなんか全部いいものだなって結構感動しました。ネットで買うと結構さ実際に届いてみたら思ったのと違うっていうことが多いんですけど、これはお値段以上じゃないかなと思います。気になる方いたらぜひ概要欄にねリンク貼っておりますのでチェックしてみてください。はい、ということで最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録や Twitter、Instagram のフォローなんかもよろしくお願いいたします。奈良岡ニコでした。バイバーイ。